はい、こんにちは、こちゃ鉄です。今回ね、タイトル見ていただいたら分かると思うんですけども、ブラックバスの釣りも始めてみたいなと思いまして、新しく道具を買ってきましたので、適当に紹介したいと思います。主役はベジータではありません。では早速紹介していきましょうか。で、紹介するにあたっていろいろ僕も道具買おうと思ってからいろいろ調べたんですよ。どういうのがいいのかなと思って。で、まあ、ブラックバス釣りに限らず釣り竿とか釣り道具ってやっぱいっぱいあるので、まあ、そんな中から自分が気に入った一つを選ぶってなるとなかなか難しいところではあるかと思います。で、まあ、ブラックバス釣りってもうほとんどやったことがなくて、中学生ぐらいの時にほんとちょっと一瞬やった程度で何の知識もなかったので、まあ聞いたことあるメーカーさんから選ぼうかなと思いました。で、まあ大手2社もありますし、まあそれ以外にも知ってるメーカーあったんですけど、やっぱりバス釣りといえばこれだろっていうメーカーが僕の中にあったので、そこから自分の予算に合う道具っていうのを選んできました。今回リールはね、タトゥーラ使おうと思います。あ、ベイトタックルです。ベイトタックルで、これですね。映るかな。ジュジュン、メガバスオロチカイザで、硬さは F3 を買いました。 F3 の68です。どうですか、開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。カブトって書いてあって、バット部分がこれですね。オロチカイザ XXX って書いてカイザって読むらしいんですけど、ここね、ここカイザ、まあ XXX って書いてあるんで、もはや好きに読んでいいんじゃないでしょうか。なんならね、オロチドッポとかでもいいですし、オロチカツミとかでもいいですし、なんならね、夏で、これですね、 F368K の2ピース。僕はね、車がちっちゃいんで2ピースです。で、ゆくゆくは原付とか自転車とかでもちょりっと行ってやりたいなと思ってるので2ピースを買いました。ラトルパイパー、カラカラなる毒蛇ってところですかね。で、このカブトっていうのはね、どうやらすごいらしいんですよ。なんかこの金色で、色分かるか分からないんですけど、金色でこうくるくる巻かれてるこのバット部分、ここが形状記憶合金で巻かれとるということで、より強靭で感度も高い、まあ、カーボンと違うこの金属のこの繊細さっていうのが売りだそうです。おそらくね、僕の持っている釣り竿の中でダントツで高額商品じゃないのかなと。これにタトゥーラつけてみましょうか。はい、もうね、合う合わんの基準がわからんけどかっこいいなと思いますね。うん、合う合わんの基準がちょっと僕にはよくわからん。とりあえずかっこいいですね。じゃあ次ね、他にルアーも買ったんですよ。で、
なぜ F3 を買ったのかっていうのもこのルアーにつながるんですけど、あのやっぱりこのルアー、僕もルアー星の数ほどあるじゃないですか、ブラックバスって。まあブラックバス以外にもそうか。このルアーが釣りたいなっていう、でこのルアーで釣りたいなっていうこう、思いがあったので、でそれに一番使いやすいんじゃないかなと思って、この F3 ラトルバイパーにしました。そのルアーも紹介してみましょうか。なんでもね、あの形から入るタイプなんで、こうメガバス、メガバスですね、メガバス好きなんですよ。じゃあ早速開けてみましょうか。7個買いました、7個。おい、はい、全部グリフォンっていうね、ね、グリフォンはバス釣り素人の僕でも聞いたことあったんですよ。もう7個全部グリフォン買いました。でただ僕もね、あのバカではないんで、7個のうちこう7個の中で潜る深さとかは、いろいろ、例えばこれとこれだったらあの潜る深さ違うみたいやし、あ、これこんな感じか、これとこれか、シャローランナーと、ミドルランナーだったっけ、これリップの長さも全然違うし、こう潜る深さが全然違うっていうグリフォンは種類揃えて購入しました。でとりあえずあのいろんな釣り方ブラックバス釣りってあるかもしれないんですけど、まずはこのオロチドッポと、グリフォンで一匹釣るまではひたすらこれやり続けたろうかなと思います。他にもね、あのワーム、初心者はワームでノーシンカーでとかネコリグでとかあるかもしれないですけど、もうまずは好きなものを使って釣りたいなと思うので、この組み合わせ、あ、ちなみにこれラインはね、10ポンド巻いてます。細いかなとも思うんですけど、グリフォン使うんだったら10がいいよってゾエさんにそそのかされたので、この組み合わせでグリフォンズとオロチとタトゥーラ、これで今後やっていきたいと思います。それでは一匹釣るその時お楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。